はい、非常に幸運なことにですね、新しい408、昨日ナンバーがついたということで、今日急遽乗せてもらうことになりました。まあちょっと時間がね、今からラジオ収録で、ラジオ収録の合間にちょっと乗るというような形ですが、簡単な試乗インプレッションをお送りしたいと思います。乗るのは 1.2 リッターのガソリンエンジン搭載モデルで、グリルが同じ色ですから、これは GT ですね。じゃあ、今からちょっと車、細かく見てみましょう。はい、エンジンは 1.2 リッターのガソリンターボエンジンです。3気筒ですね。まあこれはもうおなじみのエンジンですが、最高出力130馬力、最大出力230ニュートンメートルを発揮します。はい、308の、まあ、派生かなというふうに思ってましたけれども、随分雰囲気違いますね、このグリルの、印象だとか、やっぱちょっと違います。はい、でタイヤはミシュランを履いてますね。205-55-19ということで、最近、このプジョーシトロエン系がやっている、台形で、細身のタイヤというわけです。 E プライマシーというタイヤを履いています。ここにバッジがついていますね。インテリアはもうこれはこのステッチもグリーンのところあたりも308と似ていますけれども、私は308でもいいなって言ってたのは、このお尻の当たる部分はファブリックなんですね。だからここ柔らかいんです。で、私の乗っている308はここ全部が、アルカンターラなので、ちょっとお尻の部分が張っててあんま好きじゃないんですが、これはそうじゃないっていうところが、いいですね。で、メーターはこの例の 3D にこれはなっています。上から照射してますよね。わかりますかね。わかりますね。こんな感じでデザインもこれは変えれますが、はい、こんな風に切り替えられます。じゃあこのまま今度後席ですけれども、はい、あ、やっぱり後席は膝、あ、ちょっとやっぱ乗るときに頭気使いますね。ちょっと私擦ります、ですが、実際に中に座ってからの頭上空間ですが、空いてますね。ちゃんと空いてますね。手のひら2枚、2枚は厳しいかな、1枚とちょっとぐらいかな、空いています。ですから、思ったよりこの流麗なデザインであっても、後席に乗り降りするときは多少ちょっと頭気にしなきゃいけませんが、大きな心配はなさそうです。で、アームレストもここからこう出てくるわけですが、あ、高さもいい感じ、同じぐらいの高さですね。このあたりはうまいですね。膝回り空間が広くなったということなんですが、これぐらい空いています。ちょうど私がテイパーにしたところが20センチぐらいということを考えると、それよりちょっと短いですから、やっぱりメーカーの話通り18センチとかそのあたりの数値なのかもしれません。で、後席用の吹き出し口も用意されていて、あ、なかなか、いい感じの印象ですね。で、このままこう降りてみます。やっぱここ、この降りる先にここでちょっと、やっぱちょっとかしげなきゃいけない。これだけは持っておいた方がいいですね。でも着座点がやっぱり、今日はメジャーないので測ってませんが、乗り降りはわりかししやすいなというのはやっぱり見どころかもしれません。なかなかいい車ですね、408ね。で、トランクですが、はい、電動のトランクリッドがついていて、まあ、こんな、印象の広さ。あ、ちょっとこの深さがありますね。こんな感じになってますね。あ、ここはまあこのところですが、はい。あ、後席もこっちから倒れるようになってまして、使い勝手はなかなか悪くなさそうですね。で、このスイッチを押すと。で、まあ先週も話しましたが、この部分が、バンパーが素材ですから、ここも素材なんですね。だから昔のフランス車みたいに、実用性のことをよく考えていると。ぶつけても補修費が安く済むっていうのはいいところですね。ただそれがデザインがちゃんとうまくなっているというところが魅力的でございます。レリカ、豪華、オートアンサンブル、レディオキューブ、FM 三重にて毎週土曜日11時から11時30分放送中。はい、急遽今日は私、今から、エリカー豪華オートアンサンブルのラジオ収録で、408の話をしなきゃいけないなと、いうことで、実車があるというのを聞いてましたから、408の、まあ、実車を見るだけの予定だったんですが、昨日ナンバーがついたっていうことで、幸いにも試乗車がありましたので、ちょっとの距離ですが、今からこの新しい408試乗することにしました。で、乗ってるのはこれは 1.2 リッターのガソリンエンジンのモデルです。本当に今乗り始め、
19キロしか乗っていないような車なんですが、まあ、まず一番最初に乗ってみて感じるのはやっぱり雰囲気はもうまずすでにある308、新型の308の雰囲気と、極めて近いんですが、ただこの辺りがですね、アルカンターラのような素材で、巻いてありまして、308ってこんなデザインだったかな、どうだったかなっていうのがちょっと今、覚えてないんですが、まあちょっと新鮮な感じだし、やっぱこの質感の高さっていう点においてはこの408っていうのはやっぱすごいですね。まあ、先週のライブ配信でも、言いましたけれども、あ、ここちょっと通行止めになっちゃいましたね。ぐるっと回らなきゃいけませんね。申し上げましたけれども、やっぱり内装の質感とか、そういうところは明らかに、例えばドイツのこれぐらいのセグメントの車よりも、まあ、Cセグメントですね、の車よりも明らかにいいですよね。ですから、まあ、確かにプジョーというブランドのイメージだとか、今までのプジョーの車っていう風な考えからすると、なんか随分高くなったじゃないかっていう風に思われるかもしれませんが、それ以上に内装の質感だとか装備の充実度合い、そのあたりを考えれば、決してその不満があるというようなもんじゃないと思うんですね。この車はまあ500万円ぐらいなわけですけれども、500万円の車に見劣りしない内装の雰囲気を持っていると思います。エンジンは 1.2 リッターの直列3気筒エンジン、まあ、このエンジンは他の車でももう採用されていて、よくできたエンジンっていうのは知ってるんですが、ただこれぐらいのサイズの車といいましょうか、まあ、アッパーシーセグメントというふうにメーカーで言ってましたけれども、そのアッパーシーセグメントのモデルに、まあ、全長で 4.7 メートルぐらいのモデルにこの 1.2 リッターエンジンというのは初めてだと思うんですね。で、まあ、実際に乗ってみると、やっぱり、余裕しゃくしゃくというような感じではありませんね。まあ、十分といえば、まあ、いい響きかもしれませんが、やっぱり個人的にはもうちょっとトルクがあってもいいかなと。まあ、トルクはあるんですけれども、もうちょっとトルクというよりもやっぱ出力ですかね。もうちょっとこう、強く踏んだ時の力強さっていうのが欲しいです。あの、わりかし弱く踏んだ時の、力の出具合っていうのは悪くないんですが、ちょっと踏み続けてもうちょっとパワー出してほしいのになと思えるようなところで、やっぱもうちょっとパワーがやや足らないかなと思えるところは、なきにしもあらずですけれども、まあでもね、この今アイドリング中なんです。これ今エアコンはまあついてるとはいえですね、音は実に静かですし、振動なんかも感じないので、この3気筒エンジンは本当によくできているというふうに思います。もうステアリングのフィーリングだとか乗り味はもうまさにプジョーで、一番の関心はやっぱこの19インチで、大きい台形のホイールを履いているというところですけれども、それでも乗り味はやっぱりプジョー味、しなやかな中にしっかりとした抑えるところは抑えるというようなフィーリングはやっぱりいいですね。これは、やっぱり気持ちがいい乗り味というふうに一言で言えると思います。で、まあ、室内の空間の作り方だとかそういうものに関しては決して、不満は今のところ全席に乗ってる分には、ありません。通常空間もしっかり空いてますし、着座点もやっぱり、まあ、それは台形のタイヤ履いてるからそうなんでしょうが、308よりもこうヒップポイントが高くて、よりよりというか、まあ、SUV ほどではないんですが、見晴らしのいいような、雰囲気で、乗ることができるというようなのはなかなかやっぱいいなというふうに思います。この辺ちょっと荒れています。右の部分だけがガタガタしているような感じなんですが、うまくいきますね。で、これはマッサージはついてたんでしたかね。
あ、ついてますね。いやでもね、まあ、1.2 リッターでもそんな大きな不満はないっちゃないのかもしれないな、流れに乗るとか、ちょっとこれが山坂走ったりすると分かりませんが、普通に、街中を乗ったりだとか、そういう時には特に大きく不満を思うところっていうのはないんじゃないかなという感じがしますね。音がね、それでね、静かですね。ロードノイズも含めて静かですね。一回ちょっとここからやや強めにアクセル踏んでみましょうか。今一回30キロぐらいまで速度を下げて、マニュアルモードはやめにして、ここからちょっと床まで踏んでみます。うん、やっぱこうなるとね、もうちょっとパワーの伸び感が欲しいなと思えるところは、なきにしもあらずなんですが、まあどうなんですかね、十分っていえば十分です。まあそのディーゼルのやっぱあの力強いトルク感を知ってると、やっぱりもうちょっとトルクが欲しいかなと思えるところは、ゼロではないですが、まあこの車の場合はプラグインハイブリッドも用意されてますから、よりパワーが欲しい人はプラグインハイブリッドがいいというようなところなのかもしれません。まあただ言えるのは、今乗ってる車が 1.2 リッターのエンジンだとは思えないですね。そこはすごい。で、まあ一昔前のプジョー、まあ先週のライブ配信でも、お話ししましたけれども、2リッターで120、30馬力しか出してなかった頃、それに4速のオートマチックが組み合わされていたっていう時代を考えれば、もちろんこれはオートマチックは8速ですし、そのあたりの不満点っていうのはもうほぼないと、言っていいのかもしれませんね。今これ本当にこう並がれてる分には全然不満ないんですよ、うん、まあでもね、 1.5 のディーゼルがあれば、それはやっぱり、もっと嬉しかったっていうのはもっと嬉しかったのは、まあ、間違いないなという感じはいたします。ここら辺がやや大きいギャップがありますけれども、まあ、いい感じで超えてきますね。やっぱり乗り味とかこういうところはもうプジョーはどれに乗ったって、違い、大きな差っていうのはなくて、プジョーが好きな人はどのプジョーに乗ったって、乗り味に満足するというようなのはやっぱり魅力的だなというふうに思いますね。じゃあちょっと時間があまりありませんが、戻ってみ、ましょう。やっぱ低速からのトルクっていうのはかなりあって、ちょっとアクセル踏んだだけでぐーっと大きい力を出してくれるという良さはやっぱありますね。今ずっとノーマルモードで走っていましたね。またここで大きなギャップがあります。はい、やっぱここもいい感じで超えていきますね。でこのメーターの見やすさとかはもう従来通りですね、サマラシと同じように見えるわけですが、やっぱりこの 3D 表示になるとより先進的な印象がして面白いですね。まあ最初は半導体不足で随分これがサマラ8は途中でつかなくなっちゃったんですけれども、この408はついていて、サマラ8もねこれがまたつくようになればいいなと思いますけれどもね。まあ相変わらずこのちょっとステアリングを切っただけで、こう思い通りに曲がってくれるというような印象もやっぱり相変わらずいいですね。一回ここでスポーツモードにしてみましょうか。おー結構元気よくいきますね。そうか、モード切り替えをするだけで随分雰囲気が変わりますね。ちょっと今前に車がいるので、ちょっと前の車とちょっと離れてもう一回ちょっとやってみましょう。やっぱりね、軽くアクセルを踏んだだけでぐい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 行くようなところがあるので、
まあ、ちょっとパワー感に物足りないというようなお考えがあるようでしたら、スポーツモードにして乗るといいかもしれませんね。うん、まあ、このスポーツモードに関しては今までの他の車で 1.2 リターエンジンを搭載した車に乗った時もなかなか楽しいというようなお話をしましたが、これもなかなかやっぱり楽しい感じに走れますね。トルクもやっぱりこのスポーツモードにするとグイグイ行くような感じが強くなりまして、力強さ感がとてもこう頼もしいような印象に感じられます。あとはもう本当にこうなんて言うんでしょうね、プジョーの良さをそのまま受け継いだというようなところで、まあ最近 SUV 人気でプジョーも随分 SUV の車種が増えてですね、なんか全体的に SUV ばかりでちょっと面白くないなというような思いが私個人的にはあったんですけれども、この車の場合は SUV ほどじゃない、ハッチバックよりは、少し着座点が高く、なんとなくこう車両の、こうまあ感覚ですかね、もう掴みやすくなっているような、雰囲気がしまして、こういう点も、なかなかいいなというふうに思って今乗っています。ブラインドスポットモニターは相変わらず308とかと同じようにちょっと小さい表示なのが相変わらずなのがちょっと面白くないですね。ちょっとここから加速してみましょうか。スポーツモードです。そうですね、まあどうしてもやっぱ130馬力の頭打ち感はどうしても出ちゃうというのは否めませんから、まあやっぱこの車はあまりその高回転域を楽しむだとか、そういうよりもトルクのあるエンジンでしっかりといい仕事を淡々とこなしてくれるというようなところで乗るのがいいんだろうなと思いますね。オーディオをつけていない状態だとややこの 1.2 リターの3気筒の3気筒エンジンらしいと言いましょうかね、いや3気筒エンジンっぽい音は多少気になりますけれども、これも多分オーディオを流していればそうは気にならないと思いますし、実際に流れてしまえばこの音っていうのはほとんど気にならないというふうに言えますね。これもなかなかいいなというふうに思います。でパドルシュート もうこのステアリングコラムじゃなくてステアリングにつくタイプに308からなったんですが、この車も同様にそういう形になっています。もうでもねこの 1.2 リッターのガソリンでも十分、もっとこうパワー的に大丈夫かなとやや不満があるんじゃないかなと思ってたんですが、そこまで不満も大きくなかったですし、逆に言うと 1.6 リッターのプラグインハイブリッドだとどんな風に走るかなということでちょっと気になるなというような感じがしますね。でこのアイトグルというのは自分の好きなショートカットをこう登録することができるんですね。これも308でもう非常に私気に入りましたから、それもいいなというふうに思いますね。あとは初期の限定車だけにはサンルーフの用意があるそうなんですが、やっぱりプジョーといえばサンルーフの設定は特にこの408はそれなりに上のクラスの車になるわけですからね、サンルーフの設定も欲しいですし、まあ世界中にないとはいえ何かやっぱ新しいディーゼルエンジンで、まあ、1.5 でもいいんですが、できればまあマイルドハイブリッドなどが組み合わさってですね、用意されてるともっとこう嬉しいなというふうには思ってますけどね。まあでも本当に普通に街に乗りで流れに乗ろうという考えならば全然大きな問題はないような印象ですね。ただやっぱこの回した時の音がやっぱりちょっとこうなんて言うんでしょう、3気筒系の音だなというところはやっぱりありますね。だからあんまりこう回してっていうよりかは、低回転で大きいトルクのところをうまく出しながら走っていくというのが
いんだろうというふうに思いますね。まあでもこの8速のオートマチックトランスミッションは、相性がいいですね。この 1.2 リッターにしても 1.5 リッターにしても、全然こう変速ショックも感じないですし、エンジンの美味しいところをうまく引き出して、まあ、燃費にも寄与していると。でここも今継ぎ目を超えましたが、プジョーの気持ちのいい乗り味を提供してくれているので、まあ、この辺りは、感心しますね。後方視界に関しては、まあ、大き広くはありませんけれども、まあまあ、大きな不満は出ないんじゃないかなというような印象があります。ということで急遽ちょい乗りだけしてみましたが408をお送りいたしました。